ジョー・ディートン、デビッド・ディートン、グレッグ・ブラウン、そしてダグ・ファーナス、そしてスティングと、まあ、アメリカマット界のニューパワーを、今夜の開幕戦からじっくり見てみたいと思います。さあオリンピックコンビ先陣を切って、八津義明が飛び出してまいりました。相手になっておりますのがダニー・スパイビーのパートナーダニー・クロファットであります。さあ体から見る印象は山さんまずどうでしょう。そうですね、あのダニー・スパイビーという超大型とコンビを組んでるので、はい、さほど大きいようには見えないんですが、筋肉なんか素晴らしいですね。そうですね、あの肩の筋肉なんかよく盛り上がって、はい、腕なんかもね上腕がいいですね。そうですね、まあ、アメリカマット界ではこの金髪の弾丸と言われているようでありますが、スピードがおそらく身上なんではないかと思います。実力は初来日でありますので未知数です。どういうレスリングを見せるのか。さあ八津義明だ。世界タッグのベルトを守り抜いているこの八津義明を軽快な動き腰に乗せました。八津を放り投げました。ダニー・クロファットの方は身長はそれほどありません。186、ウエイトが110キロ、八津義明186センチの120キロ、この10キロの差をびくともしませんでポーンと投げ飛ばしました。馬場さん、このダニー・クロファット初来日なんですが、力はありそうですね。そうですね、はい、動きもいいんですね、動きはいいんですけども、動きその中にちょっと無駄な動きがあのピョンピョンと、ね、あるみたいですね。あ、そうですか。無駄な動きありますか。こういう動きはね、やっぱり、まあ、まだあのキャリアがないんだなということがやっぱり分かるんですね。なるほどね。さあ今度ダニー・スパイビーだ。山田さん、出てきただけで大きいなっていう感じしますね。そうですね、迫力ありますね。それもね、何か筋肉もりもりって感じじゃなくて、はい、非常にナチュラルに大きいとい う、こう自然の風格っていうんですか、はい、あの鶴田選手もどっちかというとそうですよ ね、 そうですね。あんまりこう盛り上がったりなんかしてないんだけれども、はい、大きくて無駄のない筋肉がねきちんとついてるという感じですよね。五輪コンビは八津義明からジャンボ鶴田の登場であります。前回の時のこのダニー・スパイビーのこの試合での、ファッションですけれども、あのトレーニングウェアのような緑色が非常に印象に残ってるんですが、今日は短いトランクスですね。